どうも、アいイス。今回、プレイしていくゲームは、幽霊事件。先日ね、プレイさせていただいた、恋文事件と同じ制作者様の作品となります。それでは、早速スタート。えぇ、ー、ほんとあ、やっぱり、フルボイスうっそだーみんなが、キャーキャーと盛り上がる。私は、モップを持ったまま。 何,何,何の話りさちゃんねこの子たちなんか小学5年生らしいんだけど結構おっきいんだねと話に入ったりさちゃん外レにあるボロ屋敷の噂って知ってるううん、うん、知らないよみんなは意地悪そうに顔を見合わせたなんかビビらそうとしてない実はあそこって幽霊屋敷なんだって この昔、昔だから大量の赤ちゃんの死体が発見されたらしくてさ。なんかヒュードロドロ言ってるよ。よなよな、んぎゃーって、赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるらしいよ。ひーっと、私は短く悲鳴を上げた。顔が怖いよ、ゆいちゃん。そうね、ちょっと影が。ね、なずなちゃん、幽霊見えるんでしょなんか見たことないの みんなで、なずなの方を見る。なずなちゃんこの子か。なんか、持ってるなずなは手にバケツを持ちながらトイレの隅を見ていた。誰もいない場所に向かって何か話している。花子さん、そんなところにいると水がかかってしまいますよ。え、いるの幽霊だから平気わー、そんなものなのですか。びっくりです。普通に会話してる。 さーっと、みんなの血の毛が引いていく。まさか、あの花子さんが。あのここにいる <laughs> <laughs> と、みんなが悲鳴を上げて、一目散にトイレから逃げ出した。あれ、みんなはどうしたのリさん。いや、それはあんたがね。あ <laughs>、あんたがよくないんだよ。あ、でもこの子としては普通に天然なのか。ラズナは振り返って、キョロキョロと首を回す。 ははんと、私は笑ってごまかした。はぁ、あ、ふたりだと、骨が折れたね。私は、掃除用具入れをパタンと閉じる。みんな逃げちゃったから、ね、大丈夫だよ折れてないよいや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 そうそうそうじゃない。なずなは、あマリやったんだこれ。マリを持った手を、ぶんぶんと振った。そういう意味じゃないからと、私は突っ込みを入れる。 でもさ、人間って不思議だよね。怖い話とか聞いたりするのは好きなのに。そうね。実際に自分が怖い体験をするのは嫌がるんだもん。矛盾してるよね。うん、確かに。矛盾。うーん、リサは難しいこと言う。<laughs> うん、確かに。小語で矛盾ってなかなか使わないよな。なずなは、幽霊が見えて怖いなって思ったことないの うん、幽霊なだけですっごく普通の人ばっかりなんだよあもう普通に見えてるからもうそれが日常なんだねたぶんねみんなにもちゃんと見えたら怖くないのわかると思うんだそういうもんすかね私は腕を組んでうなった見えたら怖くないかなずなも難しいこと言うねうんでも真理かもしれないなと思った あれおもむろになずなが高い声を上げた。あの子、5年生じゃないよ。どうしたのかな私がなずなの視線を追うとなんか、ぬいぐるみ抱いてる。<laughs> 廊下で下級生らしき男の子がむすっとしてこちらを睨んでいた。いや。遅いぞんと言って、こっちにズンズン向かってきていた。 《遅い》《獅子王!》う先輩》ん獅子王っていうのはうんリッサちゃんのこといないかって聞いたらトイレ掃除って言われたトイレ掃除くらいもっと早く終わんだろうが普通》お私たちは顔を見合わせる誰誰,誰 <laughs> 声を揃えた。三年生の、クゼリンたろう。りんたろうくぶっきらぼうに答える。<laughs> リンたろうはビシッとナズナに指を突きつけた。お前、幽霊見えるんだろゆ、有名だぞ。ナズナは、はてなと目をパチクリ瞬かせる。私は間に入った。あのね、リンたろう そうやってみんな怖がったり面白がったりするけど、なずなは別にびっくり人間じゃなくってね。あ、そうだね。な、なんだよ、でか女<わ>お前に言うとかねえし、どけよで、でか、でか女あ、やっぱり、うん、お <laughs> っきいんだ。うん、ちょっとおっきいなぁとは思ってたけど。ガーンと衝撃がした。ひどい。あんまりだ。 別にデカくない。デカくないもん。163センチだけど、デカくないうん、確かに、小5で、うん、女の子で163は、うん、結構大柄だね。かなり。確かによくトーテムポールだとか、スカイツリーだとか言われるけど。まあ。そもそもだよ。私たちは上級生なんだからね。私、そういうの厳しいんだからね怒っちゃった。り太郎ろくんは、ふるふると震える。顔が真っ赤だ。 この…うっせーよバーカ <laughs> これはどういう心理なんだろう突如捨て台詞を残して走り去った私たちはポカーンとその後ろ姿を見つめたまるで嵐のようだなんだったのかなナズナは首をかしえる知らないよもう <laughs> 私はため息をついた。 うん、やっぱりうーん、このぐらいだとちょっと背が大きいとコンプレックス抱いちゃう子って、まあ僕世代だと割といたけど、今時でもそうなんかな次の日、私たちは登校してすぐ3年生の教室に向かった。やっぱり林太郎くんのことが気になる。と、なずなが言ったからだ。私たちはおしゃべりをする女の子たちの横を通って林太郎くんのクラスを探した。ねえねえ。 連絡も来た女の子たちの声が耳に入るきたー大丈夫かなー凛太郎くん何何私は立ち止まったりさんなずなも立ち止まる凛太郎くんってクゼ凛太郎くんどうかしたのえそそうだけどえどうって 彼女たちはどうする行っちゃうとこそこそ話し合った。どうしたのりんたろうくん、昨日お家に帰ってないんだって。え、あれからなんか怒ってたけどね。今日もまだなんだ。りんたろうくんはいつもちゃんと早く来るんだよ。放課後に学校から出たのは見た人がいるんだって。でもそれっきりだって。へー誰かにさらわれたとか なズナが私の服をクイクイと引っ張った。あの後、学校を出ていなくなったのかも。でも、だって、そんな。林ンタくクに何かがあった私のせいかもしれない。あの時、私が怒ったりしないで話を聞いてたら。ま、あでも、デカ女とか言われちゃったからな。視界がぼやける。 たくしゃばいつらしてんじゃねええ <laughs> な、なずなじゃんしゃばいとかやれたんだけど。えなずなは突然短価を切った。しゃばしゃばだね。だよ、りさ。おう。にっこりと笑う。なになになんか今、憑依したそうと決まったら、レッツラゴーバビューンうん、バビューン。 凛太郎くを探すの当てはあるのどど,ど,どうやってもう大人がいっぱい探したと思うよこないだねリサのお兄さんをパクった人に聞いたんだえ操捜査の基本は聞き込みから <laughs> パ,パクった人だ <laughs> 誰,誰だろう <laughs> ナズナはまっすぐ前だけを見て突っ走るあこのゲームの。 ゲームというか、シリーズというかね、作者様はなんか、うん。キャラが共通してる感じらしいんだよね。お兄ちゃんは別に逮捕されたわけではないんだけど、私は笑った。<laughs> でもそっか、私分かったよ。街にいる幽霊たちに聞き込みしてみればいいんだね。え なるほど。うん。と、なずなは強くうなずいた。すごい情報網だ。セタ <laughs> 先生。どこに行くのと、校門で先生が叫んだのが聞こえた。ちょっと忘れ物私たちは止まらずに駆け抜けた。あああすげえ、なんか廃屋じゃね人生初めてのサボタージュ。 それがまさかこんなとこに行くことになるなんて私はボロボロの一軒家を見上げた木造ってなんでこう趣があるのだろう本当にここって言われたんだよねへ、えーうんりんたろう君がこのお屋敷に入っていくのを見たってすげー有能な <laughs> 探偵になれる先月大王女をした元裁判官のおじいさんがあらら 元裁判官のおじいさんが言うなら、間違いないかもね。うん。間違いない。ここはあの、幽霊屋敷だ。あ、冒頭で言ってた。あそこ大量の赤子が埋められていた。夜な夜な鳴き声が聞こえるという。でも今は夜じゃないし、大丈夫だよね。信じて、リサ。幽霊は怖くない。そうだよ。怖くないんだもんね。<laughs> このリサちゃんの声の人、かわいいね。 私は覚悟を決めた。うん。あ、でも、悪霊は怖いんだって。あ、そうなんだ。<laughs> ずーんって。え、今それ言うのなんか、人間と同じで。うん。お話できない、おっかない人はいるとか、なんとか。<laughs> それが怖いわ。そういう悪霊には近寄ったらダメなんだって。危ないから。ここにいる霊、悪霊じゃないよね。いや、いるでしょ、そういうところに。 なずなは首を振った。うーん。わかんない。まだね、悪霊さんに会ったことないんだ。あら。あはは、そうなんだ。じゃあ人生初めて会うことになる怖い、怖すぎる。よし、リサ、いざ行かんリンタロウくんのもとへすごい、怖いもの知らず。 なずなはずんずんと進み始めた。私も慌ててついていく。置いてかないで。あ、中が綺麗なんだ。今日は曇りだから、なんだか暗いね。室内は薄暗かった。ぼんやりと刺す光にほこりが舞うのが映し出される。あたりは雲の巣だらけで、家具の残骸や新聞紙などがかつての生活感を思わせた。 このきしみ音が、嫌だよね <laughs>。木が腐ってきているところもあって、踏むたびに床がきしむ。ボロボロじゃない。り,りんたろーくーん。<わ>私はやっとのことで喉から絞り出した。返事は聞こえない。本当に、いるのかな ねえ、なずな、何か言った赤子の声うん,うん、何にも言ってないよ。うんうんほら、今何か聞こえたおお、泣き声だね。そう、泣き声。泣き声泣き声? な、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 な。赤ちゃんの泣き声だ。あの、床下に埋められた。うん。奥の方から聞こえるよ。行ってみよう行くんだ。行くのなずなは、長い廊下を突き進む。私は恐怖にもつれる足を必死に動かしてついていった。こんなのお兄ちゃんだったら、怖さを通り越して発狂する。お兄ちゃん苦手なんだ。 奥の部屋にたどり着いた私たちは目を見開いた。一斉に声を上げる。リンタローくんあ、いたのあ、倒れてる。奥は台所だった。流しの前にリンタローくんが倒れていた。手には大きな犬のぬいぐるみを握っている。犬だったんだね、これ。その傍らには猫がいた。ペロペロと。 リンタロくんの顔を舐めている。私たちを見て、と、泣いた。あ、にゃんこの声だったの変な鳴き声の猫だ。ちょっと変わってますね。これがさっきの声の正体だね。幽霊の正体見たり、枯れ尾な<おー> <laughs> 私は呟いた。ほっと息をつく。 早速、私たちは駆け寄って林太郎君を揺すった。あ、ああ。なんだあ、ここ。よかった私たちは手を取り合って喜んだ。昨日私たちと別れてから行方不明になって、と、これまでの経緯を説明する。 あ、そっか。俺、うん、中学生に突然ちょっかいかけられて、からかわれたんだ。うん。そんで、取られちゃって、こいつを。ぬいぐるみり太郎ろくは犬のぬいぐるみを握った。しかもあいつら、この家にぶん投げて、中に入れやがったんだ。ああ、なるほど。それを取りに来たんだ。 でも、幽霊の家だろ勝手に入ったら怒ると思ってん幽霊に話せるやつ連れてこうとしたんだああなるほどそれで私のところに来たんですねうんうんポンとなずなは手を打った許可を取ろうとするなんて律儀だなうん <laughs> 私は笑った うっせえよ。からかってないから。まあ、結局すいませんって言って入っちゃったけどさ。そしたら、上の床が抜け落ちて、ここまで落っこちちゃったんだね。危ね。私は天井を見上げた。大きな穴が開いている。あそこから思い切りここまで転落したとすれば、気絶していたのもうなずけた 怪我してないこれそれから私たちは屋敷から出て学校に戻ることにした先生たち怒るだろうなでも凛太郎君が無事で本当によかったなと思う凛太郎君昨日は怒っちゃってごめんねうっあ,あなんだよ急に 別に謝るとか言ってねえし <laughs> でも謝りたかったんだ謝れてよかったと思うとまた視界がぼやけてきた泣いちゃったバ,バカ殺すぞ殺す泣くなよ上級生なんだろああ凛太郎君泣かしたよ泣かしたナズナがビシッと指をさす その、うん…俺も…悪かったうん、うん、<laughs> からそれやめろほら使えお、ガチリンタロウ君は綺麗に畳まれたハンカチをくれたこれで仲直りだねはい握手ナズナはニコニコと笑った 私もこれで仲良しだね、と笑った。りんたろーくんは相変わらずむすっとした顔だった。うーん。このぐらいの年頃ってなかなか素直になれないからな。放課後、三人で中学校の前に来ていた。え何する気なのなずななずな何すんの私は電信柱の影から顔を出す。あいた あいつらだ俺のぬいぐるみ取ったのほうほう、あれですか。ほう。四人ぞろぞろと男子中学生が歩いてくるのが見えた。やっぱり体格が違う。中学生は強そうだ。なずなはすっと立って大きく振りかぶった。何すんのスーパー <laughs> え <laughs> マリアタックーマリッ鈍い音がした。なんか折れた音したよ。一番前を歩いていた生徒がキューッと倒れ込んだ。よ、よし。殺したんじゃねうん。筒井と他の三人が一斉に駆け寄っていく。あ、筒井くんね。あ、あー。あれ。 死ぬんじゃねえか。うん、死ぬ音したよな。すげえ音したぞ。お礼参り大成功ですあ,あ、本当のお礼参りだったんだ。は <laughs> なずなは大きく V サインを作った。なんか発想がちょっとヤンキーなんだよ<笑><笑>。元ヤンのお母さんの血が受け継がれてるな <laughs>。そうなんだ。やっぱ発想がそうだもんな。なんか、割と序盤脳でなんか言ってたよね。 しゃ、しゃばいとかなんとか。私は目を細めて頼もしい親友を見た。ちょっとい、今思わず拍手しちゃったよ。おしまいと <laughs> いい落ち着いたね。うん。前のゲーム実況でもすごくいい落ち着けたよね。この作者様。おお。スタッフロール。あ、これクリックすると、ああブラウザ開くね。なるほどね。おじゃこれで。 戻ります。面白かったね。お、おまけ。おまけが見れるんださっきのスタッフロールだね。じゃあ、おまけ見ますか。本編の幽霊事件はクリア済みですかはい。楽しくサクッと読ませていただきました。うん。クリア済み。ゲームクリアありがとうございます。西原リサのショートストーリーをお楽しみください。サイバラかな 西原さん、私はしぶしぶ丸めた背をまっすぐに伸ばしたおすっと頭に当たる163.7だねうん身体測定かなガーンってきいのがダメなのそんなことないよもうちょっと大きくなればね163.7センチ前に測ったときは163.2センチだとにすごい急成長5ミリも大きくなってる 嘘あ、思わず大きな声を出しちゃった。クスクスとみんなが笑う。いいじゃん、いいじゃんね。リサちゃん大きい。すごいね。5年生で一番大きいんじゃないいいな。ああ、僕が、そう、小5あたりの時も一番大きいのは女の子だったね。<laughs> よくない。ちっともよくない。いいのにね。ちっともよくない。んどうしたのリサ。 急に大きな声を出して。はは、ごめん、ナズナ。今日の屈辱を思い出しちゃって。身体測定の。ナズナとの帰り道。私は歩道を転がっていた石をコツンと蹴り上げた。でも大きくなったんだよね。大きくなったから問題なんだよ。はああまたからかわれる。これからもまだまだ伸びたらどうしよう。 私のお兄ちゃんは187センチある。うん。死んじゃったお父さんとお母さんのことは覚えていないけれど、お兄ちゃんの話だとどちらも大きい人だったらしい。なるほど。私は迫り来る巨人と運命を想像してがっくりとうなだれた。いや、いいことしかないと思うよ。もっとポジティブに考えようよ、リサ。ポジティブって、じろりと見る。大きい方が素敵だなって思えばいいんだよ。 発想の転換。V! この子ひらがなで喋るんだね。にっこりと V サインを取った。そんななずなはとても小さくて可愛らしい。無理だよ。背が大きくていいことなんか全然ないもん。小学生料金で入るのだって苦労するし、なるほど。可愛い子供服も入らないし、かくれんぼも不利だし。うーんと、でもそれって大人と同じってことだよね。 子供なのに大人みたいなことできるって思ったらすごいことだよ。うん。ママウイが言ってたの。大人になってからの方が楽しいんだって、うん。全くその通り。嘘だ。お兄ちゃんなんか小学生はええの。気楽でって言ってるよ。えジョー兄様。まだ高校生だよね。そうなんだ。小学生に比べたら大人に近いから、かな 別れ道で私たちはバイバイをした大人かそう言われると実は少しだけ大人に憧れがあった歩いていた足をぴたりと止める「桜フラワー」じゃない「フルール」かななんか英語じゃないねなんかフレンチとかそんな感じかな「桜フルール」かなと書かれた看板を見上げる花屋さんだよね あら、りさちゃん、いらっしゃい。なんかすっげえセクシーな <laughs>。お店の中から鉢植えを持って出てきた藤花さんがふわりと微笑んだ。ふわって感じだね。あ、えーと、お兄ちゃん。いますかんーと、ジョーくん今日はシフトじゃないの何か大事なことだったいえ、たまたま寄っただけだったんで、気にしないでください。そうあ、そうだ。それじゃあ、 よかったらお花見ていかない今日ね、すごく綺麗なお花が入ったの。珍しいものなんだって。ニコッと。こっちこっちと藤香さんが手招きをする。ここの音質、南の方の花なの。南国のえー、っと、リサちゃんはっ、つい藤香さんの方に見とれてしまった。 す、す、すみません。まじまじと見てしまって。ふ <laughs> ん兄弟って不思議ね。なんだか、ジョーくんみたい。ジョー君は、なんだろう。やっぱ、藤川さんに惚れてる感じお恥ずかしい。いつもうちの兄が申し訳ありません。本当に恥ずかしい。なんか恥ずかしいことしてんのいや、見たいな。その、その人の話を見たいな。ジョー君ふん <laughs> そんなことはないけれど。でも、どうかしたの いえ、その、藤花さんは、綺麗な大人の女性だなって、もし大人になれるなら、こんな風になれるかなって、思ってたんです。そんなそんな、リサちゃんなら、きっともっと素敵な大人の女性になれると思うな。本当ですか <laughs> こんな風になれるなら、背が大きいのもいいかもしれない。そういえば、と、私は、藤花さんと肩を並べる。 藤じさんのヒールを抜かしたら、ほぼ身長は同じぐらいだった。なれるかもしれないこんな素敵な人に、私もうーんー、ちょっとタイプは違うと思うけどな。えーっと、りさちゃんそんなに近くで見られると、ちょっと怖い、かも <laughs>。うん。あ、すいません。目がキラキラしてるなって思ってつい、確かに。アイシャドウかなお化粧してるから。 お化粧ん <laughs> えっと、ひょっとして、興味あるのかなちょっとだけ、ほっぺたが熱い。きっと、真っ赤になってると思った、うん。真っ赤っかだ。じゃあ、変身、してみるお、お化粧体験もうすぐ私、バイト終わるから。 藤ジさんはパチンと片方だけ目を閉じた。メイクアップ。あら、あら、<laughs> あらすごい。本当に魔法みたい。私はショーウィンドウに映った姿を眺めた。お化粧だけじゃない。髪もぐるぐるにしてもらって、服も藤ジさんの持っているのを特別に着させてもらった私は少しだけ。 と言って街中をお散歩させてもらうことにした一人で大人気分を味わってみたかったからだわ。初めての昼は歩くのも大変低めの昼だって言っていたけどもっと高いのなんて大人ってすごい少し夕方に差し掛かった空もなんだかドキドキする感じでショーウィンドウのバッグポーズを決めたマネキンおっきなテレビ 見慣れてる人混みもなんだか特別なことみたい。こんなの普通の小学生じゃできないことだよね。確かに。うん、ランドセル背負ってる <laughs> 年頃だもんね。背が大きいのも悪くないかも。あ、これでポジティブになれる。ねえねえ、お姉さん、やっぱな、来ると思った。振り向くと二人組のお兄さんがいた。私ですか うん、お姉さん。あのさ、これからどこ行くの小5だよ。お姉さんだって、ひょっとしてこの人たちより年上に見られてるぱっと見、お兄さんたちは大学生とかそれぐらいなんじゃないかと思った。さすがにそんな年に見られたのは初めてで、それは少しドキドキだ。えー、っと、特にどこって決めてるわけじゃないんですけど。いや、そんなこと言ったら。そうなんだ。じゃあさ、俺らと飯とか行かない 大丈夫、こいつ今日勝ったから奢ってくれるってなんだパチンコそうそうせっかく景気いいのに男二人でしょ花がないからさお姉さんにいてほしいなって思ったんだよ花って私のことなのかなお願い人助けだと思ってねいやそんなこと言ったらついてっちゃうよそんなに遅くなったりしないからさ遅くなっても送ってくし。 うーん、でもなんか、断るのもかわいそう。あ、ほらあかん。じゃあ、あの、少しだけ。やりん。お兄さんたちはハイタッチをした。なんか、よくわかんないけど、いいことしてで。いや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 、いやいや。知り合いがやってるお店があってさ、とお兄さんは言った。 なんかお酒とか飲んじゃったらまずいよ。給食と施設の食堂以外で外食をすることなんてなかったから給食だもんな。なんだかどうしていいかわかんない。そもそもここは何屋さんなんだろう。キョロキョロと見回す何屋さん。あれ見るね。お姉さんは何の混ぜ混ぜ混ぜ。え、ぎょっとしてお酒飲まなきゃいけない？の飲めません。 えなんでなんでってそのお酒は二十歳からだもん私はまだ10歳なんだから絶対ダメそういやいや飲もうよいっぱいくらいここまで来ちゃったらさせっかくなんだしそうそう俺たちの出会いを祝して、まあ、外見はねもう確かにそう言って友人だという店長さんに3人分頼んでしまったどうすの どうしようどうしよう。10歳なんですって。言っちゃうダメ。冗談だって笑われて終わりかも。考えてるうちにあっという間にお酒が運ばれてきた。はい、じゃあ乾杯。どうすんだ。グラスが掲げられる。私もグラスを手に取った。どうしようお兄ちゃん。私。あ、落とした 思わずグラスを落とした。ちょ、どうしたのリサちゃん。んん私は声を絞り出す。誰おお兄ちゃんお兄ちゃんなんだ。お、そこには怖っ。鬼みたいな顔で立ってるお兄ちゃんがいた。リーゼントだ。ごめんね、リサちゃん。 離れてこっそりついて行ってたんだけど。あ、これ藤香さんだね。人混みでちょっと見失ってるうちに連れて行かせちゃってて。私だけじゃ不安で、それでジョー君にも電話って思ったのでも。なるほど。いいんです。全然。藤香さんが謝ることないので。私は荒れ果てた店内を見た。まったく。 また派手に暴れたもんだな。アビコさんが倒れたソファー席を起こす。あ、知ってるアビコさんでしょこの人。うん、前の作品出てきた。刑事さん。34歳の。お兄ちゃんはというと、その横でなんで俺が怒られんねんとか、まだ足りないくらいや。とか、腕組みをしながらなんだかブツブツ言ってた。なんか閉めたの閉めたの言っておくわ。リサちゃんもだぞ。はい。 アビ子さんは急に厳しい顔で私を見た。ああ、この人も吉田沙織さんじゃなくて、<laughs> アビ子と声が聞こえた。声の方を見ると、マリさんが外のお話から戻ってきていた。あ、このコンビね。柔道コンビというか <laughs>、篠原さんと吉田沙織ええ <laughs> のだったよ。常習犯みたいだ。やっぱりか。アビ子さんはうなずく。なんかの捜査だったんだ。 どういうことという顔の私たちにマリさんは説明してくれた。パトロールで歩道なんかしてると個人的に相談されることもあってね。この間もある子から相談を受けていたんだ。ひどい目に遭ったかもしれないってね。カモっていうのは記憶が不確かだったから。薬を飲まされてたせい、酒とかに入れられて、ええー、さっきのがそうだったの 床に散らばったグラスのかけらと水たまりに指を刺す。つまりこういうのは大体計画的で味を占めてるような奴らってこと。上習だったんだ。胸くそ悪。お兄ちゃんは言った。アビコさんはポンポンとお兄ちゃんの頭を叩く。だから締めたんだ。アビコさんたちはお兄ちゃんが暴れてそれからあっという間に駆けつけてくれた。 警察っていうのは本当にすごい。こうして街は守られるのだ。何にせよ、お前たちが無事でよかったよ。まあ、リサちゃんには苦すぎる大人の経験になっちまっただろうけどな。ああ。私は、は <laughs> はと苦笑いをした。チラリと藤花さんを見る。うーんと。ちょっとずつ、だね。 困ったように微笑んでくれる藤香さんはやっぱり綺麗。でも、やっぱり私、まだ子供がいいかな <laughs>。なるほど。へえー、そんなことがあったんだ。リサ。そう、ニュースにもなったし、大変なことだったんだから。ああ、大事になったんだ。ところで何か悪いことしちゃったのいやいやいや、巻き込まれたんだよね。 ナズナは、不思議そうな目で私を眺める。椅子の上、ずっと正座してるよ。チッチッ、指を振る。これはね、身長を縮める方法なんだって。いや、ダメ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 。日本人の身長が低いのは、正座によって足の発達が妨げられるからだって言われてるんだよ。ほほう、さすがリサ。頭いい。ダメダメダメ、そんなことしたら。目指せ、150センチ。 おしまい。<laughs> いい落ち着いたね。毎回いい落ち着けてくれるよね。うん。なんかね、また別の作品もやりたくなっちゃったよね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お相手は、青でした。